はい、こんにちは。今日はですね、2021年、令和3年5月12日の水曜日です。ですね、今日なんですけどもね、ちょっとこう、駅に行ったらですね、こんなものが売っていまして、ちょっと思わず買ってきてみました。たまたまね、駅でこう、催事でやっていたんでね、まあ、常にやっているわけではないんですけども、まあ、期間限定でやっていましたね。このね、イクミママの動物ドーナツというのが、ありまして、まあ動物のね形をしたドーナツなんですけども、これをねちょっと買ってきました。ねここにあります。でねこれがね3種類のセットですね。まあこんな感じでありますね。でこれがですねどら焼きです。この方。これまた可愛いですよね。どら焼き。猫のね、どら焼き。これもね、買ってきました。でね、これはね、なんか LINE 登録をするともらえるというね、おまけのやつ。買ってきましたね。これも猫なんですけど。またこれも可愛いですね。でね、これ。まあ、これがね、メインのやつなんですね。動物ドーナツって書いてあります。これをね、ちょっとこの、開けてみましょうね、うん。なんかですね、やたらね、こう目立って、可愛かったんですよね、これが。よいしょ。あお。ということですね。あ、いいねする。開けてみましょう。あ、これむちゃくちゃいいねすんな、これ。これだとちょっと見づらいですね。こうなってんのか。かわいいですね、これね。はい。こんな感じですね。で、これはどうなってんだ、これは。これもですね、ドーナツです。またこれまた、これまたかわいいですね。むちゃくちゃかわいいと、あと、本当にいい匂いがね、これ、するんですよね。はい。これね、僕ね、ここで今まで言ってなかったんですけどね、以前いた働いていた職場ではですね、スイーツ王子と呼ばれていました。なのでですね、甘いものは大好きです。でね、ちょっとこれね、食レポしてみたいと思います。これは何の形なんですかね。ね、ちょっと待ってくださいね。これはね、何の味なんでしょうかね。よくわからないんですけども。ね、これ、あ、これですね。そうそうそう。これそうそうそう。猫セット A っていうのをね、買ってきました。で、これがね、これ一番端っこのこれですね。子猫のミケってやつですね。人気版ナンバーワンの猫ドーナツホワイトチョコ味です。って書いてありました。で、これが、あ、これですね。アメリカンショートフェア。なるほど。自社配合した自慢の黒ごまチョコがベースです。って書いてありますね。で、これが、真ん中ですね。これ。カフェちゃん。エスプレッソコーヒーの味と香りが楽しめます。って書いてありますね。あ、なるほど。そうだったんですね。じゃあちょっとね、食べてみましょうね。まずはね、これですね。子猫のミケってやつ。これ後ろもちゃんとこうなってるんですね。これ食べるのもったいないですけどね。ちょっとじゃあ、いただいてみましょう。ちょっと断面図を。あ、こんな感じですね。コーティングしてあるんですね。まぁ、ちょっともったいないですけどね。切っちゃうのなんか、食べちゃうのもったいないですけど、ちょっと食べてみましょう。いただきます。うん。うん。あ、中にこれ。なんか入ってんな。あ、これうまいな。これ美味しいな。うん。うん。これ、可愛いだけじゃなくて結構、美味しいですね。何があってんのこれ。動物の耳などはアーモンドを使用しているって書いてありましたね。アーモンドなのかな?このね、ドーナツの生地そのものが、むちゃくちゃね、美味しいです。うん。いや、可愛いだけかと思ったら、
そんなことねえな。美味しい。で、意外とね、甘さ控えめですね、これね。うん。あ、生地がうまい。この小麦のあれが美味しいですね。じゃあ次にこれ、このアメリカンショートヘアってやつ食べてみましょうか。うん。断面図。中身同じなのかな？ね、どうなんですかね。こんな感じになってますけどね。あー、美味しそうですね。いただきます。うん。うん。あ、本当だ。これ黒ごまですね。うん。うん、なんか汗かいてきちゃった、うん、これが確かに黒ごま。あ、これはなんか、うん、あんまり甘いって感じじゃないですね。なんか見た目は可愛くて子供向けかなと思ったら、味は意外と大人向けでした。で、これカフェちゃんエスプレッソコーヒーの味と香りが楽しめます。これ中身はね、やっぱりこんな感じですね。カフェちゃん食べています。うん、あ、本当だ。うん、エスプレッソコーヒー。あ、これは本当ですね。耳のところにアーモンドを使っているって書いてました。うん、確かにエスプレッソだ。あ、これどれもね、3つ食べましたけど、三つともね、うん、意外と大人な味ですね、うん。そんなに子供っぽい味じゃないし。いわゆるドーナツっていうと、ね、ミスタードーナツとかが、あとクリスピーとか有名ですけどね。全然違いますね。うん、全然違ってね、結構美味しい。美味しいですね。そうなんですね。で、まあこれ見ると、元住吉本店って書いてありますね。武蔵小杉の隣の駅って書いてありますけども。まあ、いわゆる川崎ですね。まあ、ここが本店なんですかね。なんかね、うん。期間限定でね、いろんな駅とかで販売してるみたいなんでね。ああ、なんか汗かいてきてた。うん。皆さんのね、駅の近くとかにももし来たら、買ってみたらいいかもしれませんね。で、まあ、ここに書いてあるようにですね。まあ、川崎とかに近い方は直接行ってみるのも、いいかもしれません。おー、なんかちょっと予想外の味でしたね。もっと甘ったるいいのかなと思ったら全然甘ったるくなくてですね。美味しかったです。うん、これは本当大人の、ドーナツですね。見た目は子供っぽいですけど、味は大人のドーナツということで、ね、これティータイムとかには合いそうですね。あったかいね、この、ミルクティーかなんかとね、こう優雅に食べるとね、いいかと思います。本日もね、ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。